ミクロネシア、ポリネシア、ベラネシアミクロネシアは、オセアニアの海洋部の分類、カロリン諸島など4つの主要な群島から構成される地域。英語読みに影響され、マイクロネシアと呼ばれる場合もある。パラオのロックアイランドキリバスの斧とは、干渉ミクロネシアはギリシャ語のミクロスネソスから、小さな島々という意味である。おおむね南易3度北易20度。 統計130度から180度の範囲にある諸島の総称である。パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、ナウルの各国及びキリバスのギルバート諸島地域とアメリカ合衆国の領土であるマリアナ諸島、ウェイク島も含まれる。なお、マリアナ諸島の内最南端のクアム島は米国の準州であり、その他の島は米国の自治連邦区である北マリアナ諸島に属する。 ミクロネシアは以下の4つの主要な軍島から構成される。ミクロネシアの島々は、その地質構造によって大きく2つの種類に分類される、火山島と隆気山五章である。火山島は、西部ミクロネシアのマリアナ諸島、ヤップ島、パラオ諸島、中央ミクロネシアの中区諸島、ポンペイ島、コスライ島の6軍島で、他の 小さな島々はすべて竜気山五章の島である。火山島の面積は竜気山五章の島よりもだいたい大きく、高度も数百メートルあるものが多い。最大の島はマリアナ諸島にあるグアム島である。面積約550平方キロメートルで高さは約400メートル。バベルナオブ島は面積約400平方キロメートルで高さは約200メートル。 ポンペイ島は約340平方キロメートルで高度734メートル。コスライ島は約116平方キロメートルで高度約650メートルである。主に熱帯雨林気候で年平均気温は26、摂氏28度、温暖で、降水量も多い。西部のマリアナ諸島では弱い寒気があり熱帯モンスーン気候に分類される地点もある。 国際自然保護連合のドバーディでは、生物地陸区の区分上において、日本の小笠原諸島が、オセアニア区ミクロネシア地区島諸混合系に属している。人口は514,400人であり、先住民の大半はミクロネシア系であるが、カピンガマランギ干渉など、ポリネシア系の住民が暮らす島もごくわずかに存在し、それらは、生きがいポリネシアと呼称される。ちなみに、 カロリン諸島にはポリネシアのものに極めて近い広報技術が残存しており、戦死時代のミクロネシアとポリネシアの間で文化的交流があり、かつ両者が同じオーストロネシア系民族によって形成された文化であることを示している。また、日系人の人口も多い。現代では太平洋芸術祭などによってポリネシアやメラネシアの先住民との文化的交流が なされているほか、ミクロネシア連邦ヤップ州サタール島の広報誌、マウ・ピアイルックがハワイの先住民運動に協力し、その功績からパパマウと呼ばれている。太平洋戦争はミクロネシアの人々にとって初めての近代的戦争経験であり、この地の社会、文化を覆す実験であった。そのため、ミクロネシア社会はアジア、太平洋的伝統社会システムから、 キリスト教的価値観を基礎とする欧米的生活様式へ転換した。太平洋戦争の痕跡は、キリバスのタラー干渉、パラオのペディリューシマ,マリアナ諸島のサイパン島などミクロネシアの各所に今なお残されている。また、日本軍病やアメリカ兵の墓標が戦後になって遺族や政府などによって建立されている。また、 1946年から1958年にかけてアメリカが110回余りの減水爆実験をマーシャル諸島で実施した。その影響でロンゲラップ干渉の人たちをはじめ第五福竜丸など多くの人々が被爆した。政治行政単位は以下の通りである。主権国家以下の3つは主権国家であるがアメリカによって自由連合名約援助金を供与されている。 アメリカ合衆国領日本領ミクロネシアの航海術に使われた海図の例レナンマトル遺跡ラッテストーンこの地域の考古学的研究はまだ発展途上であり、はっきりしたことはわかっていないが、今から4200年前頃までは無人島であった。ミクロネシア西部のマリアナ諸島には今から3500年前頃から人が移住してきており、土器や石器、海星装飾海類を作り、 産後島内での漁労などを行い暮らし始めた。文化的に見て、最初にフィリピン周辺から直接パラオ、ヤップなどに植民したオーストロネシア系グループと、後に西ポリネシア方面からカロリン諸島に植民したオーストロネシア系グループがいたのではないかと推測されている。この地域の先住民の文化を最も強く特色づけているのは、 シングルアウトリガータイプの公開カヌーであり、彼らはこれを用いて広範な交流を行っていた。特に、ヤップ島はこれらの島々の中でも最も強力な権力を持ち、カロリン諸島の島々から定期的に、ヤップ島まで貢ぎ物を届ける公開が行われていた。ヤップ島の州長の権力は、現在も強く、カロリン諸島の島々に対して一定の権威を保持している。また、 巨石文明が築かれた島もあり、マリアナ諸島のラッテストーン、ポンペイ島のナンマトル遺跡、コスライ島のレラ遺跡などが現存している。1883年のヤップ島日本統治時代のコロール裁判の戦い末期、民間人に投降を呼びかけるアメリカ海兵隊員、ハゴイ飛行場に残るリトルボーイを保管していた保管庫。保管庫右にあるのが原爆搭載記念碑である。 太平洋諸島、新択等治療政府高等弁務官と職員裁判を行行する、秋人天皇及び、三千子皇后ミクロネシア人の女性ミクロネシアの民族はモンゴロイドに、オーストラロイドが混じった人種に属す。ポリネシア人、メラネシア人との混血が複雑に進んでいて、それぞれの人々の身体的特徴の差異が大きい。短味層で褐色の肌に黒髪を有する。 ミクロネシアの民族は、オーストロネシア人の一派だがその起源はに系統ある。一つは、スラウェシ島から直接東に進路を取ったグループで、パラオ人やチャモロ人が含まれる。二つ目は、スラウェシ島からニューギニア島沿岸部を経て、メラネシアより北上したグループで、ミクロネシア諸語を話す、キリバス人、カロリン人などが含まれる。この他に、ツバルから精神した、 ポリネシア人の住む生きがいポリネシアに属する島もある。Y 染色体ハプログループは、オセアニアのオーストロネシア人に広く見られる。ハプログループ O1R、ハプログループ O2 や、ハプログループ K が優勢だが、日本人に高頻度のハプログループ O1 ビットに及び、ハプログループ D1A2A が5.9%ずつ見られる。弥生時代以降に、 日本からミクロネシアへもたらされたことが考えられる。地域による異はあるが、オーストロネシア語族に属しており、南東部においてはナウル語やコスライ語などといったミクロネシア諸語が広く話される。ミクロネシア諸語には全部で50種類前後の特有言語があり、それぞれが近似性を保ちながらも、当初間の交流の困難さから独自に発展していった。ミクロネシアで流通している言語のうち、 ミクロネシア諸語に含まれないものとしては、スンダスラウェシ語群に属するマリアナ諸島のチャモロ語、パラオ共和国のパラオ語がある。これらは、スラウェシ島から直接投申したグループであり、ミクロネシア諸語とは経歴を意味する。この他に、アドミラルティ諸島諸語と近縁である、ヤップ島のヤップ語、ポリネシア諸語に属するヌクオロ干渉のヌクオロ語、カピンガマランギ干渉のカピンガマランギ語がある。 共通した特徴としては、自然現象に関する語彙や、表現の豊かさ、食物や魚類、公開技術に関する用語が多く見られることが挙げられる。例えば、ウォレアイ語では、ココナッツを表現するのに、実の熟し、具合によって、グルブ、書、パワールが存在するなど、名詞の豊富さが伺える。その他、16世紀以降の植民地化の影響によって、スペイン語、ドイツ語、 日本語、英語などから多くの借用語彙が誕生している。日本語からの借用語はナッパ、腹巻自動車など日常的に用いられる名詞も数多く含む。近年は都市部で英語の影響が顕著となっており、伝統を保ってきた土地の固有言語は廃れつつある。元来ミクロネシア人は独自の精霊信仰を持っていたが、植民地化に伴いキリスト教が普及した。 16世紀に移入したキリスト教は、第一次世界大戦後の日本統治を経ても廃れることはなく、今日のミクロネシアの人々の生活に根付いている。一方で、万物に霊が宿るとした伝統的な信仰体系は一部の島を除き廃れていってしまっている。ベテルチューイングヤップ島の石化古来より、ミクロネシア人の社会体系は、ヤップ島やギルバート諸島などの一部を除けば、母系性が、 一般的であり、女系系譜を共有する親族集団によって土地の所有、異常が行われてきた。ただしこの制度もドイツや日本の統治政策の影響によって廃れている島もあるため、現在では一位の特徴を生み出すことはできない。政治的にも主張性を選択して複雑な地位体系を構成し、階層社会を築き上げたポンペイ島やコスライ島などから、 親族体系以外の地位を持たない、中区諸島やカロリン諸島などまで様々な文化が混在している。西欧諸国との接触により、金属の存在が知られるようになると、ミクロネシア人の生活環境は大幅に変容したが、それまでは石や貝などを原料とした斧や釣り針、ここやし繊維の網などを用いた漁労生活を主とし、 パラオ諸島など一部の島では土器も利用されていた。栽培や家畜の飼育も小規模ながら行われており、豚、犬、鶏の飼育、タロイモ、バンノキ、ココヤシ、ヤムイモの栽培などがなされている。文化的にはポリネシアやメラネシアとの共通項が見られ、金馬の葉に包んだビンドウの実と石灰を混ぜたものを噛む習慣や、メラネシアのカバに相当するシャカオなどがある。 こうした文化的な共通性は、ミクロネシア東部に行くほど色濃くなっている。また、ヤップ島では、現代においても、儀礼的交換を行う場合には、石化を使用しており、貨幣の中では、世界最大を誇る。ミクロネシアの貴重像メトロポリタン美術館、ミクロネシア人の美術は、木彫工芸にその特徴を見ることができ、パラオ諸島の造眼細工、モートロック諸島の仮面、 中区諸島やポンペイ島の儀礼用の会などが知られる。また近年パラオでは日本人彫刻家の土方久志港が伝えたストーリーボードが観光用民芸品として広く作られるようになっている。ミクロネシアの音楽は当初間の相互交流により類似性を示しつつも各島でそれぞれ伝統的な発展を見せた。主として身体打想や ほらイによる水槽が見られるが、ポリネシア人が用いるような打楽器はほとんど見られない。また、伝統的な踊りについては、数人から数十人によって短い旋律の歌詞を繰り返し歌いながら、同一の動作を取るように踊り、跳躍は生じないのが一般的である。動作は性別によって緩やかな規定があり、連動しながらもそれぞれ別個の動きを取る。 近年では若者を中心として、ハンミクロネシアポップスと呼ばれる歌中心の音楽が流行しており、1960年頃より徐々に発展した。これは土着化した賛美歌や外来音楽と現地音楽を融合させたもので、ラジオやライブなどを中心に広がりを見せている。ありがとうございます。